ああ、昨日はね、つくきはね、バナナってバナナシェイク作りでした。昨日はね、慌ただしかった関係で、一日結構ね、恐怖にして眠りました。昨日のね、この日はね、この日ね、鼻声だ。2月の勝、昨日はね、2月の勝者、深夜に見つかったか、2月の勝者、黒木、柳楽優弥さん演じる黒木先生の真似する井上真央さんと、そうだね、偏差値が頑張ってたけど、ちょっといい大学高校行きたい息子に、やりたいことがあっていい息子に、僕はね、偏差値のことはちょっと頑張らせて無理させた方がいい。僕も、ね、受験大学なんですけど、あんまりいい大学じゃないんですけどね。あとはね、翔ちゃんでね、北村匠海さんがね、料理上手なんで、だから昨日、名店シェフのレシピなんかね、最近トップに持ってきたのかなという話と、北村さんが、匠さんに、音楽家で、桜井翔さんの音楽の趣味の話とか、これから始めて、どうぞ。あとは、昨日はホームポットミニに、なんだっけな、なんかね、洋楽のね、リクエストしたんですが、ジェイソン・ムラーズだ、アルバムかな、昨日ラジオで聞いたやつ。ジェイソン・ムラーズの最新アルバムを流して。ジェイソン・ムラーズのジェイソン・ムラーズライブ&アコースティック2001 20th アニバーサリーエディションを再生します。
今はね、オードリーさんのオールナイトニッポンを聞きながらね、絡めしてるんですがね、今日、深夜見守りで語ったかは、まず2月の勝者に、金子貴俊さん演じる、父親役、本当にね、優しそうな方なんっていうのがあるんで、役はっていうのがありますが、あとは何だったのかな、亀木さん演じる黒木先生のね、役を演じる、マネオス、好みの井上真央さんや、役が、あとは、あ、そうだそうだ、偏差値60の高校、あれなのに、学年差で58ぐらいのね、高校、中学をね、あれだっていうのは、子供の親にね、親にね、もっと行きたいところがあるはずですっていう黒木先生ね、僕も、ここは無理してもいいところに入ってた方がね、いや、きっと、なんかね、環境とか勉強する環境が整って、比較的にね、楽ではないけどいい思いをするというのがあってね、僕も中間大学でちょっと病気もあって中堅大学なんですが、で、視聴チャンネルでね、櫻井翔さん、料理上の北村匠海さんとね、だからトップに持ってきたんだと思ってます、名店レシピをね、自分で作曲すごいのという櫻井さんに、北村匠海さんが、いや、櫻井翔さんの音楽のディープな趣味、イタリア、すごいですっていう話、イタリアなんとかっていうバンドがおすすめでっていう話でした。本来アバハスのジャーナルスタンダードトラジェクトに行ってます。じゃあ、あなたは G4 半ばだった。